皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は日記の動画で、今後の説明会2日連続参加してきましたよという報告なんですけれどね、昨日が静岡県富士見高等学校、今日が加藤学園行修高校で、この2つ連続してね、昨日と今日参加してきました。富士見高校さん、主なものは入試が変更になるので、それについて、行修高校さんは、大学への進学指導について、これはメインでした。ただ行修高校さんね、バイリンガルコースというのがあって、 IB プログラム、国際バカロレアっていうプログラムなんですけど、それを行っていた、県内唯一の高校だったんですけれど、今度中西部地区で公立でこの国際バカロレアのプログラムを使った学校ができるということで、その内容についてね、かなり意識してお話ししていました。でも私たちね、東部の学習塾なので、静岡県東部の学習塾なので、まあ中部とか西部地区のお話を聞いてもね、あまり興味を持てないんですよね。だからその部分はもうちょっと短くしてほしかったななんて、感じてしまいました。それから両校とも併願者ですね、併願者の内申点の基準をアップしています。これから、まあ、9月中10月って、説明会あるんですけれど、私立高校やはり併願者の内申点基準上げてくるんじゃないかななんて予想もしています。まあ単眼者はほぼ例年通りでした。で、私ね、この説明会に参加するとき、自分が知りたいことを一応前もってメモして出かけるんですね。でも実際参加してみて、この説明が終わった時点では、これ質問することはもうなくなっていました。今回この2つの学校の説明会はそのくらい詳しい内容を教えてもらった説明会でした。それから説明会でね、面白いなと思うことを、いつも感じることなんですけど、あるんですよ。それは何かっていうと、その学校が他のどこの高校をライバル視しているかって、こういうものも見えてくるんですよね、話の中で。ああ、ここの学校のこんなところをライバルと考えてるんだって、あ、こっちの学校はここの学校をライバルって考えてるんだ。で、そんなことも説明会に参加すると分かっちゃうんですね。そして両校とも自分の学校をしっかり分析していて、自分の学校の長所だけじゃなくて、短所の部分、これも含めて、説明してくれるので、とても両校とも良心的な学校だ、ね、今回もそのように感じました。なお両校の説明会の内容、これについてはまた、しっかりまとめて動画にしますので、そちらを見てください。今回は2日続けて、説明会に参加してちょっと疲れちゃったよというお知らせでした。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。